コピデックプラザ秋祭りにお越しの皆さん、こんにちは。神奈川県横須賀市からやってまいりました、海上自衛隊横須賀音楽隊です。ここからの時間は私たちの演奏でお楽しみいただきましょう。指揮は二等海尉伊達山康弘です。そしてご案内は二等海曹藤沼直樹です。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングは暑い夏に飲みたくなるあの CM でおなじみのゲバゲバ90分のテーマでした。今年の夏は全国的に記録的な猛暑でしたが、10月に入りようやく秋の空気を感じられるようになってきましたね。今日はそんな秋晴れの空に潮風の香りをお届けしてまいります。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。次にお送りします曲は宇宙戦艦ヤマトです。言わずと知れた松本零士の代表作宇宙戦艦ヤマトの主題歌。私たち海上自衛隊音楽隊は自衛隊の艦艇が出航するときに必ずと言っていいほどこの曲を演奏しています。その理由は日本を離れる乗組員を勇気づけると同時に必ずここへ帰ってくるという歌詞に航海の無事を願う気持ちが込められているからです。それではお聴きください。宇宙戦艦ヤマト。次は海の世界を描いた作品をお送りします。今年実写リメイク版が公開されたリトルマーメイド、ご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。今月で創立100周年を迎えるウォルト・ディズニーは各地でさまざまな記念イベントを行い話題になっています。ディズニー普及の名作リトルマーメイドからアンダーザシー、キスザガール、パートオブユアワールド、以上3曲をメドレーでお送りします。リトルマーメイドメドレー。
見えるさ。陸に行くのは大きな間違い。周りを見てごらん、この海の底、なんて素敵な世界だ。これ以上何を望む、素晴らしい。あなたし、ダーリン、私の言うこと信じて。あっちじゃ働くだけ、朝から晩まで、こっちじゃずっと遊んで。ラッキーアナダシー、アナダシー、歌って踊ってみんなハッピー、気持ちいい。いろんな魚たち奏でる音楽、それはなぜわかるなぜ、アナダシー。あっちじゃフルートこっちじゃあのベースラインは決まってる。ブラスもないとラムもグースイングのリズム、イエーやればできるのさ。ほらリズムに乗って歌おう、難しい言葉抜き一気に決めよう。私
教えてほしいことたくさん、なぜ火は燃えるの教えて、いつの日か陸の世界の果てまでも行きたい、伊藤海、伊達山康弘、ありがとうございました。さて、私たち音楽隊は自衛隊のことを皆さんに知っていただくことを目的として、さまざまな場所で演奏活動を行っています。通常はおよそ30名から40名ほどの吹奏楽という編成で演奏しています。これだけの人数ですので、演奏をまとめるのも一苦労。そこでみんなをまとめる大事な役割があるのですが、分かりますか？分かりになりますか？そうです、指揮者です。指揮者はこの指揮棒一つで音楽隊を自由自在に操ることができます。離さないで決めたから。操られてしまいました、失礼しました。このように指揮者は音楽隊を自由に操ることができるんです。今日はせっかくの機会ですので、皆さんの中から何人かの方にこの指揮者を体験していただきましょう。曲は皆さんよくご存知、隣のトトロから散歩です。まずは一度演奏してみますので、指揮者の動きをよく見ておいてくださいね。実は航空機を使って空の上から海の平和を守っている部隊もあります。パイロットを目指して海上自衛隊に入隊したという隊員もいます。そこで次は空に憧れた少年の人生を描いた映画「風立ちぬ」の主題歌「飛行機雲」をお送りします。歌は横須賀音楽隊ボーカリスト三等海曹中川真理子です。あの子は
早いもので次の曲が横須賀音楽隊の演奏おしまいの曲となります。皆様お楽しみいただけましたか？ありがとうございます。今日の演奏を機に海上自衛隊を身近に感じていただけましたら幸いです。海上自衛隊ではインスタグラム、X などで海上自衛隊ならではの美しい写真やアクティブな動画など日々のさまざまな活動を投稿しています。また YouTube では音楽隊の動画をアップしています。お帰りの際にぜひ SNS で横須賀音楽隊と検索してみてください。さあそれでは今日のラストナンバーです。皆さんもどうぞ手拍子で一緒に盛り上がってください。聖者の行進。Thank you.
以上をもちまして海上自衛隊横須賀音楽隊の演奏を終了させていただきます。やだ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。海上自衛隊横須賀音楽隊の皆様でした。皆様今一度温かい拍手でお見送りください。ありがとうございます。